皆さんこんにちは。バレーボールリンク宇都宮の宝です。本日ご紹介するのは BMW 4シリーズクーペ、年式が2017年式、走行距離が約3万4千キロのお車となっております。こちらのお車、弊社シャトルとして仕入れさせていただいたお車になりますので、それでは外装の方をご紹介いたします。デイライトも標準装備となっております。フロントバンパー、ボディともに飛び石も少なく綺麗な状態を保っているかと思います。M スポーツの足回り、18インチのアルミホイルを履いています。ガラスにももちろん大きな飛び石等のダメージは受けられません。クーペの2枚ドアがやはり独特で大きく、開口部に関してはやっぱりスポーティーさを醸し出しているかなと思います。マフラーは左側に2本出しになってますね。トランクスペースも深さだったりとか奥行きに関しても大きな容量確保できているお車だと思います。水垢とこびりついてる感じもなくて、とても綺麗な状態かなとは思います。引き続き内装の方もご紹介いたします。パワーシートメモリー機能付きですね。ダクトレザーは少し青みがかったような黒になります。車内に入ってみると、車内装備の方確認いただきます。レーダークルーズコントロール、パドルシフト、ドライト等は レーダー装備、安全装備については標準になっておりますね。バックカメラの方も、ついておりまして、他はシートヒーターの装備が運転席と助手席の方にございます。からはテレビの方も収納ついておりますので、比較的ハイグレードの装備に近い仕方だと思います。内装も M スポーツなので、黒を基調とした色になっております。ミッキーシーも BMW の AI 一体型になりますね。後部座席の方も少しご紹介いたします。前席はボタン
畳んでこのように前に移動することもできますし、背面の方は前に倒した腕で中に入ることもできます。熱で使用感も少なくてすごくパリッとしたフォアシートがいい状態ですね。はい、それでは BMW 4シリーズクーペ4URI M スポーツですね、紹介になりました。お気軽にお問い合わせお待ちしております。はい、それではカレボリンク宇都宮宝でした。